こんな暑い中、ほんとご苦労様です。え、松島通り越しての山火事じゃない、山火事じゃないです、普通の燃えます、煙出てるからね。あー、怖い怖い怖い。ついたようなもんね。いやすごく細かく調べてますね。ここに乗ってた人が見当たらないって言ってるんで、細かくなんかこのタイヤも全部溶けて、シャコタンみたいな、た普通のパーキングエリアですよこれね。びっくりしたな、これ入ってきたの急にこんなことになってる。ちょっと話も聞いてみたいけど、邪魔だろうな、怒られっかな、そろそろこっち見て、こっち見てんな、怒られるなこれな。さ、あれ何ですか、あれ。あの車両火災だよね、夕べ、ね、人が乗ってたとか。だからなんか分かんないんだね。わかんない。ええ、多分乗ってるかも。逃げた人はいないんですよ。どっから来たんだろう。あ、車もナンバーもわかんないぐらい燃えた。真っ黒でしたもん。3日ぐらいタンクだね。3日ぐらいになるらしいね、こそ。もしかしたらこの中に。うわー、ちょっと想像したくないけど。あ、え、置いてて。じゃ車中泊してた。昨日ここの掃除してやってたのね。私今日からだから。だからああ。その理由には3日ぐらい置いてあった。ええ、3日ぐらい置いてあった。へえ。そうじゃん。そうじゃん。そうじゃん。
木も全部燃えちゃってる。山火事にならなくてよかったです。まだまだ全部燃えちゃってる。ちょっとね、もう松だから意外とこう燃えやすいから怖いですよ。よかったね、よく多分すぐ通報して火消してくれたんですよね、これね。こんな暑い中、ほんとご苦労様です。この燃えたことによってもしかしたらこれ山火事になってたかもしれないです。結構木が燃えちゃった。なんか探してるんでしょうね。なんかね、すごい細かく探してるので、もしかしたらこの中に、うわー、ちょっと想像したくないけど、うわー、怖い怖い怖い。あー、これ以上やれない。いやー、ご苦労様です。いやー。あー。ただそう、こういう事故事件を起こす車なんですよ。車とかそういう一つのは何だかこう不自然なところなんだよね。ああね、やっぱああいう端っこに止めてるのがやっぱちょっとね不自然ですもんね。そうなの。あ、ここにもありますよ。こういうね、あのウイング車とか保留車なんかね、うん、一晩二晩ぐらいエンジンかけてますね。ただ私たちも ああいうやつですか、うん、こういうのはあるんですか。あるんです、ね、初めて見たんでびっくりしちゃった。ここでは初めてだけど全国的に見ると結構あるみたいだよ。あどうしよう、ここでタバコ飲んでね。あタバコ飲んで携帯かけるんだよね、タバコ飲んで。はいはいはい。ちょっとね、無重になって浦さんに。うん。浦さん行って火ついてんだよ。うん。こう山さん。ああ。山火事じゃないですか。山火事じゃないんで、普通は燃えます。煙出てるからね。お客さんもね、終わったら言うんで、こういうのやめてください。はいはい。そうですね。私たちは、そこまで言う権利はないけど、たぶん、うん、そっちで投げないのは困る、ね。それはね、もうお客さん、これ冗談じゃないですよ。だ 昔の人はね、そうやってパワーって捨てる癖や。お兄さん捨てる分はね、うん、あまあでもね。いや、パーキングちょっと見て回ろうと思ったら、びっくりしたな、本当。ビビりましたよ。今ね、いるのが、どこだ、俺、ちょっと、まだここまでしかね、来てない。どういったのかな、これ。あ、石巻やったんですよ。松島、あ、松島通り越しての石巻ですよね。やっぱ3日前ぐらいから、ね、止まってたらしいですよ。恐ろしいですね。